唐揚げにはレモンチューハイ一択。これが30年の俺の結論。唐揚げにレモン絞るとうまいんだから当たり前だよね。と問題はダブルレモンとビターレモン、どちらがより合うのか問題。大げさだよ。おい、じゃあ飲み比べて。うん、唐揚げからのダブルレモン、唐揚げからのビターレモン、がガツンと料理にどっちのレモンも合う。知ってるわ。サントリーストロングゼロ、しっかりダブルレモンと甘くないビターレモン、合う。